けらを皆の者。増えたぞ、60匹。よし、外に行き出せるポケモンだって。ピクミンが10匹増えたな。それで探索の効率も上がるだろう。いやー怖かったな。でここがクリア。ここはまだ行ってないから、吹っ飛ばされ行ってみようか。よし、今日はここも行っちゃおう。吹っ飛ばされ回廊。ここは鬼用はないと。いや吹っ飛ばされんのマジね、気をつけないとね。私吹っ飛ばされがちなんよな。うわ、あれ光るやつじゃん。小学校の時すごいいいなって思ってたやつ。ほい、よーし、オッケー。一旦凍らせよう。よし、で、氷、オッケー。で、ここがパレート。先に敵倒そう。狭いなー。すぐ凍ったらすぐ突撃ラッパー吹いた方がいいな。ここはあれか、壁だ。オッケー、みんな拾って。で、突撃ラッパーをちょっと重点にここは使っていこう。まだある。あれはなんだ？2匹。いける？オッケー。スター、みんな。みんな吸ったね。オッケーオッケー。で、ここ、あれ、まだあるな。こっちん、あ、こっちか。ここだ、ここだ。あ、パズル。で、オッケー。で、ここは全部取った。オッケー。次のフロアです。間違って飛ばさないように気をつけましょう。はい、あ、でも 25% ってことはあんまり深くないのか。よし。あ、ポンガシグサかな。氷っぽいな。ポンガシグ、紫ピクミンタイプなんだ。うわ、あいついんな。ちょっと待ってね。どっちから行こうかな。先にこっちから行ってみよう。で、赤い炎があるから、そこからまず叩こう。ナイス。みんな拾ってもらって、氷ピクミンはポンガシグサなんだね。で、こいつだよこいつ、固まらせたい。
から待てよ、こっち向いた時だね。よし、こいつ前に吹っ飛ばすからさ、こっち行っちゃうとこっち飛んじゃうからね、気をつけよう。もう傾向と対策でゲームしていく。で、ここが入り口。オッケー。ここも開けとこう。これなんだろう。どこに飛ばされるんだろう。これはなんだ。あ、炎だ。え、これどこに飛ばされるんだろう。ちょっと怖いな。おかえり、いい子だな、ちゃんと戻ってきて。氷ピクミンであっちを向いた時に、よし、よいしょ。ねね、こそすごいさ、このカーソルさん、あっちに行かないで、ピクミンを落としちゃうから、そんなことしたら。あ、オッケー、なんかオッケーオッケーオッケー。これどこに行くんだろう。ちょっと私が人柱になってこよう。切り替え、あ、私がって言って、オッチ逃がせよう。うわー、あ、ここに戻ってくんだ、便利。で、こっちは？いける。オッケで、終わりかな？ OK！ で、今20匹ずつだから、こんな感じなんだ。地下にもこんな大きな花が咲いているのか。あ、これはポンガシグサといって、ピクミンを中に入れると花と同じ色のピクミンに変えられるそうですよ。自在に色すら変えられるとは、ピクミンとは一体どうなってるんだ。じゃあ5匹ずつ入れてみようか。1、5匹で終わっちゃうかな。あ、5匹で終わっちゃうんだ。抜く。オッケー、生まれ変わりました。で、ここは終わり。よし、次だ。順調じゃない？ 50%、 あ、じゃあ4回で終わりかな。調査率出てくれるの優しいね。まだまだあるね。
旦降りて。で、ここ拾って。OK。で、こっちは、あれだ、オッチン。どうやろうかな。私が。飛ばされるのかな。急いで。ここはどこにつな、あいついるんだ。これ次のフロアだ。どっちに行くんだろう。ここだろうな、きっと。ん、乗った方がいいのか。なんか止まってんの。あ、叩くのか。オッケー。ここどうやっていくんだ。乗れないな。こっち向け。オッケー。うお、なんか移動した。オッケー。氷ピクミンの声かわいいな。あんなとこにいる。うわ、細いとこいんな。あぶね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 。あっち向け。あっち向け。感じますね。で、ここは赤。うわ、カウントするやつだ。で、あっちにつながっておると。降りて、
みんな花だ。で、ここに、あ、一旦乗る。で、ジャンプ。最後のフロア、救助される人がいるはず。一人、またボス来るかな。怖いな。あいつじゃん。おや、近くに遭難者がいるようですね。わあ、またイカゲーム。一旦オッチが降りて凍らせよう。あっち向いた時に、あいつ嫌いなんだよな。今よ、みんな叩けた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 。いいよ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 。ナイス。じゃあ、めっちゃ吹っ飛ばされんだよね、あいつ。お、あんなところに ID 情報確認中です。あ、この人は、あ、レスキュー隊員じゃん。パピオンさん、大医者、外科に内科、薬学にも精通している医者。未知の症例の発見があると心をときめかせ、新しい薬を試す機会をかかっている。へえ、やったね。また一人隊員を見つけたぞ。パピエンは豊富な知識を持った凄腕の医師だ。どんな怪我や病気も的確に処置してくれた。あーちゃんの葉っぱ人間も治るかもしんないね。きっと葉っぱ人になった遭難者もなんとかしてるに違いない。残る隊員はパイロットだ。引き続き捜索を頼んだぞ。いや、パイロットがね、不穏よな。なんか葉っぱ人間になった気もするしね。怖すぎる。ドクターのパピオンを救助した。武装連携みたいな感じ。目覚めたら葉っぱ人を見てもらわなければな。それがパイロットかもしれないんだ。おーおーおー、たたららら。よし。早い早い。ここで終わりかな。よし、やったね。ナインボールまであるんだね、きっと。すごい。なんかそういう地球のゲームの観点がこの他の惑星にもあるんだね。9個あるっていうことが分かってるんだ。地上へ戻ろう。ご苦労、皆の者。いや、ビビりすぎてたかもしれないな。でもよかったよかった。親の玉。快速サンドイッチ、快速サンドイッチ2番線に到着いたします。自力時計、どこまでも路線、モテマシン、あ、これはモテマシンですわ。真の玉、記憶の1ピース多分上。
夫婦の絆。あ、そっか、鈴の形がハートになってるからってこと？そこが。かわいい、素敵なネーミング。アゲアゲリング。これはパーティーピーポーって感じだね。イエーイイエーイイエーイ。オッケー。ご苦労、皆の者。うわ、ちょうどいいね。エリアの調査率 50% 達成。いやー、今日は良かったね、みんな。サクサクでした。オッケーオッケー。あ、こんなとこに資材。ん？ここはなんだ？あれ、お宝じゃないか？なんだこれ？なんだこれ？え、楽しみ。明日やろう。11日目、探索結果。3人、救助しました。素晴らしい！いやー、大収穫でしたな。素晴らしい。あと1000でもたったらしいリアケンか。大将、今日はついにドクターのパピオンさんが見つかりました。よくやった、パヤマンが。それで、肝心のパピオンはどこだ？葉っぱ人のことについてパピオンに相談したかったのだが、それがスリーブモードを解除後にまた寝てしまいまじゃ疲れてんだな。夜にしか現れない植物を調べていたようで、寝不足なのだそうです。なんと、危険な夜に外を出歩いていたというのか？それでよく無事だったな。あれ？おかしいな。そういえばここにあった瓶が。ちょっとビンゴさん！もしかしてそこにあった液体飲んじゃいました？急に大声出すんじゃねえよ。あ、なんかうまそうだったから飲んだが、それがどうした？それ、パピオンさんが試作していた薬の音です。やばすぎ。おい、そういうのは先に言ってくれ。いや、勝手に飲むのが悪いんだよ。なんだ、急に体が熱くなって。濃い？あ、大丈夫ですか？リンゴさんも横になった方がいいかもしれません。今日の会議は中止だな。